公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会は日本の国家資格者である不動産鑑定士等で組織する会員数約5500名の資格者団体であり不動産鑑定士の品位の保持及び支出の向上並びに不動産鑑定評価制度の発展土地等の適正な価格の形成に寄与することを目的とする公益法人 前身は1965年10月1日に設立された社団法人日本武道産鑑定協会であるが、公益法人制度改革参法に基づき、2012年4月1日に公益社団法人日本武道産鑑定士協会連合会に移行している。法人を監督する行政庁は内閣府。なお、 同会は不動産の鑑定評価に関する法律第48条に基づく届け出団体であるが不動産鑑定士の国家資格を有するすべての者のが強制的に加入しなければならないとするいわゆる強制加入団体とはなっていない。また同会は2015年10月1日で日本不動産鑑定協会時代から数えて創立50周年を迎えた。 現在の連合会会長は2019年6月19日から吉村正幸が就任している。連合会に設置されている機関は以下の通り、役員は以下の通り。なお、副会長5名のうち1名は代表理事、4名は業務執行理事となる。このか役員ではないが、顧問、相談役が置かれている。会員は以下の4種。なお、 総会構成員である大議員を選出する権利を有しているのは、正会員、特別会員である。歴代の会長は以下の通り。なお、1965年10月から2012年3月までは、社団法人日本不動産鑑定協会の会長である。このほか事務局内に不動産鑑定士調停センター、不動産鑑定相談所、 日本不動産鑑定士政治連盟事務局が置かれている。北海道と東京を除く8つの地域に地域不動産鑑定士協会連合会が設置されている。また、設置されていない2つの地域については、それぞれの地域にある北海道不動産鑑定士協会及び東京都不動産鑑定士協会が当該地域の不動産鑑定士協会連合会的な役割を担っている。 なお、八つの地域不動産鑑定士協会連合会の、内九州、沖縄不動産鑑定士協会連合会は、一般社団法人格を有している。不動産鑑定士は次のご訓を遵守しなければならない。このほか会員向けに、機関士として、鑑定の広場が発行されている。ありがとうございます。